はい、皆さんこんにちは。それではテクニカルアナリスト講座第1回テクニカル分析とはとに始めさせていただきたいと思います。この講座はテクニカルアナリスト第1次試験の解説講座です。第1回から第28回までの講座となります。それでは皆さん始めましょう。はい、それでは、テクニカル分析の定義でございますが、ロバート・エドワーズさん、米ウォール街でチャート研究の教科書、テクニカル分析とは個別銘柄や平均株価のヒストリカルな動きをグラフィカルな形で記録し、そこから将来のトレンドを推測する科学であると言われております。これはロウソク足とか、そういうことですね。はい、続いてベリー・カウフマンさん、航空宇宙技術者から金融界へ転身された方です。価格、出来高、そして取り組み高にルールや方程式を応用して価格変動の特性を調べることでございます。はい、まあいいか。はい、続いて、デビッド・アロンソンさん、行動ファイナンスと統計学を用いた科学的アプローチ、客観的な統計的な証拠によって裏付けられたものを科学的テクニカル分析、裏付けのないものを伝統的テクニカル分析としました。はい、種類には6種類ございます。 A としましてトレンド分析、まあ、上昇トレンドとかそういうパターンですね、ことですね。 B のパターン分析、 C サイクル分析、D オシレーター分析、 E 出来高分析、 F 市場趨勢分析、マーケットブレドス、市場の幅といった意味でございます。はい、アナリスト試験は、まあ、丸バツ方式で回答するテスト方式となりますが、それでは例題を言ってみましょう。丸、パターン分析は主観的分析の色彩が強かった。これは丸で正解ということで、まあ、主観的か客観的かという、ですね、違いになっております。はい、それでは問題に移ります。パターン分析は主観的分析の色彩が強かった。正しいか間違っているか。正解です。パターン分析は客観的の分析、客観的分析の色彩が強かったと書かれていれば、主観的か客観的かという問われるものとなっております。オシレーター分析はもともと価格変動の中から方向性を知るために考案された、まあ、RSI とか、まあ、そういったものですよね。方向性ではないということですね。で、正しくはオシレーター分析はもともとの価格変動の中から体制反転の転換点を知るために考案された手法でございます。まあ、RSI が、まあ30で、まあ30以下となった時には、まあ、売られすぎというものでございますが、まあ、売られすぎだから上がるということではなくて、まあ、そういう方向性だということで、方向性を知るためということですね。はい、続いて値上がり益を得ようとする場合、市場全体が上げ基調にあって勢いを強めている時の方が安全と言える。まあ、これはそうでしょうね。まあ、テクニカルで、まあ、そうですね。上昇トレンドと言われる場合は、ありますが、まあ、そういった時は、上げて下げて上げて、まあ、というような形になってますからね。上げの方が利益を得やすい。で、値上がり益を得ようとする場合、市場全体が横ばい基調。まあ、これ、レンジですよね。レンジの場合は、まあ、まあそんなにね、大きな利益は得られないということで、まあ、レンジ相場ということですね。はい、
ファンダメンタル分析で割安株を抽出し、テクニカル分析に、投資に適したタイミングを判明すると。でそして、株価や出来高、指標の変化により売買する。その後監視し、異常な値下がりは損切りし、またタイミングにより、利確するといった方が、ことが、まあ、大切ではないかなということを思っております。まあ、私の意見ですけども、まあ、手持ち資金の少ない私は、まあ、ETF の投資というのは、まあ、多くて、10% から、まあそうですね、2-3% もありますから、まあ、平均は 4% としても、まあ、利益としてはまあ少なすぎるため、短期で稼ぐにはですね、やはり個別株に投資をしてという方がいいかなということを思っております。で、しかし、9割の個人投資家が、まあ、損失を抱えるという状況ですので、その10人の中の1人に入れば、まあ、利益が確定するということですから、まあ、1割に入るように、まあ、投資の技術を身につけるしかないと思っております。本日は以上です。どうもありがとうございました。